何これ。あのさ、はい。覚えてた方がいいやつ。問題です。はい。今日は何の日でしょうか。僕が壁に行ってなんと1ヶ月と2日です。まだ1ヶ月しか経ってない。違います。今日何月何日ですか。11月13、4、14です。11月14日。今日は何の日ですか。11月14日です。11月14日カイトキッドの誕生日。違います。あっというかもしれない。違います。ちょっと分かんなかったです。あ、何ですか。オッティ、いい石正義の日ですか。あー、惜しい惜しい。さっきのが 0% だとすると 2% ぐらいにはなる。俺が、はい、ホイヘンスの原理を理解した日。俺が。いや、違いますよ、花尾さん。ほら、何ですか、答えは。俺が初めて正常波を風呂でやった時。何やねん、それ。何の話ですか。正常波を風呂でこうやってやらへん。やる干渉するから。全然やるやるやん、ほら。違います。あ、わかった。この首輪の首にするこれを初めてチョーカーって言うんやって知った時。違います。いや、2019年の11月14日何の日ですか。花尾さん、はい、あなた朝つぶやいてたじゃないですか。わかったわかった。はい、俺が初めて反対オープン受けた日。違います。あー、でもぽいっすね。ぽいやろ。ぽいぽさぽさ。2019年のって言ってるじゃないですか。あ、2019年の花尾。あっ、俺がポケモンだ。あ、ポケモンサンムーンじゃないですか。サンムーン。サンムーンじゃないです。ウルトラソードシールド、ソード&シールドです。ポケモン、なんだそれ。ポケモンのソード&シールドの発売日でございます。確かに。おー、買いたい。いや12年前ぐらいはルビーサファイアやったんで。ということで、なんと、えサンさん、マジ、えプレゼントです。マジか。マジでかっ。すげえ。やったー。やった。え、これどうしたらいい。これ実況プレイしろってこと。バリロリラリロリラー。まあまあまあ、ご自由にお使いください。パンパン。普通になんかくれました。ありがとうございます。一応それクリスマスプレゼントなんで。早めのね。はい、早めのクリスマスプレゼントなんで。じゃあ次お正月にシールドをもらいましょう。マジっすか。キムさん、はい、すげえ。今日15日です。嬉しい。ポケモンのリリース日も15日です。ほんまや。じゃあ15日です。あ、15日今日15日です。あー、なんか出題ミスで謝罪会議して。14ってずっと言ってたもんな。短大生やっぱやるよな。やっぱやりますね。やるけど出題ミス多いわ。今日って言いましたか。今日何の日ですかって言いました。いやいや、11月14日って言ってた。いやいや、そこは全部ノイリンがカットしてくれます。いや、無理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 。使います。